はい初めての顔出しはこけちゃったのぬいぐるみ動画だと思いますがなぜあのタイミングで顔出ししようと思ったんですかこんにちはこの動画を作っているドスコイです今回はぬいぐるみだけじゃなくて自分も1回出てみることにしましたあのーねーうーんそうまああのタイミ,タイミングうんそのだからずっとね顔出しはしたくなかったんですやっぱり顔出して怖いじゃないですかね 今普通にこうやって顔出ししてますけどしてでそう顔出しせずにそのぬいぐるみでやしたんですけど、あのー、でも世の中には顔出ししてる人っていっぱいいるじゃないですか。ね、でみんな顔出ししてる人いっぱいあるのになんかみんなリスクを背負って顔出ししてるのになんで自分は顔出ししないんだってある日突然思ってうん何か何を恐れてるんだと思ってねでなんか急によし顔出ししようと思って。 うん、でまああのチャンネルもさ伸びてなかったしねその時ねもうね1週間にチャンネル登録者数が2人3人増えればいい方みたいな感じだったしね、うん、多分熊さんの時はまだチャンネル登録20人とか30人だったと思うんですよねで細々とやってたんですけどでもうあのー、でまああのねそのなんかんだろううん。 なんかユーチューバーのいろんな人の動画とか見てもやっぱり言うんですよね顔出し絶対した方がいいよってねもうスーツさんも言ったし確かね、うん、顔出ししてからやっぱ急に増えたとかねそういうことでよく聞くんですよねあーやっぱり顔出ししたら増えるのかなと思って、うん、で,で何を自分はそのリスクをなんか何を気にしてるんだと思ってちょっとねあのこけてゃったの動画の、まあ、一番最後からちょ,ちょっと出てみたんですよ。